おはようございます。まさ46494です。で、今回はドラゴンボールドッカンバトルの冒険をやっていきたいと思います。恐怖の義務を独占隊の特訓ハードから逃げたいと思います。ちっちゃいやつ。ほとんどスーパーサイズじゃね、今見たら。てか、ジンスーパーサイヤ人もしかして。な、いいね。今気づいた。今更気づく。いいね。どっち行けばいいんだ。必殺技やばいな。ボコボコにしちゃう感じだな。強っ。見てるの強いな、やっぱり。さすが最強クラス。まあ、ただ行ってみたかっただけなんだけどね。さすが最強クラスって。いじめてるようにしか見えんだよな。ワンパンかな。あ、そうでもない。そうでもない。これで終わりだ。からの占いババ。なんだっけ、名前。名前出てこない。ランファンとかそんなやつ。忘れちゃった。ご飯より柔らかい疑惑があるんで、すんげえ効果発動したね。なんかいろいろと。勝った。確実に勝った。てかご飯で終わったんじゃないこれ。あ、そうでもない。カメハメハメダーン。オッケー。まあね、ハードはサクサクいきましょうって感じだね。オッケー。じゃあ、ゲットハードいきますか。迷わず行けばわかるさ、的な感じ。
さすがウルトラレアの応酬。ブロイトご飯の、ね、やべえサイズ感だった今。これ倒せるか。ちょっと残る気がする。まあ残るよね。次で決める。これでどうじゃ。オッケークリリンどれぐらいの必殺技のダメージくらいなんだろうっていうのをちょっと気になるな。42,000はさすがにねえよ。って信じてるんだけど。どうだ。めちゃくちゃ強いかもしれない。終わりか、これで。終わったー。クリリンなんもいいとこなし。よし。まだいけるかな。あとワンステージはいけるかも。ピッコロの条件。ベジータに行こうか。一本道だけど、一本道なのかな。分かれた。こっち行った方がいい。長くね。長いな。左行ってるさ。長い。Okay. Next. え、また？多いな。
うん、サクサク進んでるやつ。すごいな。ピッコロの条件。ピッコロさん行きましょうか。さすがにこれではお亡くなりにはならないでしょう。次のターンだな。なんかご飯で決めたいな。必殺技？行かなーい。行かなーい。これ終わりでしょ。あ、おー、さすが。さすがピッコロ。ギリギリまで残していくスタイル。これで終わりでしょ、さすがに。魔漢交差っぽきた。見せ場きた。からの終わり。ということで、ドラゴンボールドッカンバトルの冒険。これはどこだっけ、何編だっけ、恐怖のギミュー特典隊編でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。